2年目もう1軍で投げてるんですね。そうですよ。早いんですよ。開幕1軍ですよ。開幕1軍で、もう、17試合に投げて、先発1先発で4勝0敗。僕の3007。すごいですね。すごくないんです、これが。これはすごいですよね。いや、で、2年目のキャンプのオープン戦にかけて1軍にずっといて、はい。で、その時に、昔オープン戦の、オープン戦大賞、オープン戦のルーキー大賞っていうのが始まったんです。そんなものがあったんですか。はい。はあ、で、僕そのオープン戦のルーキー大賞もらったんです。だってまだ19歳ですよね。そうですね。しかも2月生まれやから。そう、84年だから、19歳。19歳。なったばっかりですね。それで、なって、で、開幕1軍残ったんです。ほう。で、開幕戦に投げたんです。それが初登板です。へぇ、開幕戦は江川さんが先発です。開幕投手は江川さん。ほう。